彦、矢口松尾、いいね、畑国夫、俺も豪華なメンバーですよ。本当にみんなレジェンドサーファー、いいね。おお、いや頑張ってよ畑くん、矢口くん。この時さ、こんな波でね、1万円もらってもね、損だなってみんなで話したみたい。波がすごくて出んの嫌だよ、この人たち。おお、大変だよ、ほら出るのはね。ここで話してみたい、こんな波でやらせやがってって。お、誰かな。畑くんも大変だ、倒れたな。これが、お、松尾くんなんとか乗ってるな。あ、違う、のりひこだ、のりひこ、のりひこ。これもね、昔全日本チャンピオンだから、のりひこも。で、畑くんでしょ、これが黄色が。沖出ても大変だ、お皿って。でかいからね、波はね。もうみんな、矢口もハーハー言ってるみたい、ほら。乗れなくてなかなか。あ、乗った。いい、乗ればやっぱいいね、この手が。なんか、おー、乗り方がいい。矢口もうまいからね。でかい波浜で乗るから。お、畑くん乗った。これがどうターンしていくか。おー、いいターンしてる畑くん。いや重たいんだよ、15キロいた。あたくも60ぐらいになるのかな。いいターンしてる。水道のやっぱりチャンピオンだからさ。今も前から昔ハワイでね、はたくんのカットバックして中盤入ってベルディランドで目に浮かぶよ。お、松尾くん、俺もチャンピオンだから。みんなチャンピオンで出てるのは、こんな試合ないね、世界で。みんなほとんど過去にアマチュアでチャンピオンになってる、全日本の。それをさ出してんだから、すごい試合だよこれは。多分世界一だと思う、この試合は。誰も勝てないと思う。ジュールの試合は素晴らしい。あれがね、テクニックでは世界だけども、こういう感じのやるはもう世界ないよ。どこ行ってもオーストラリア行っても、カロネ行ってもバリ行ってもすごい試合なんだこれは。松尾君もね、ダブルナミローラーバサバンバンって跳ねてパクリンチョってやるけども、やっぱ重たいかな。お、畑くんもいいね、体重落として乗って。おー、いいカットバックだね、これなんか最高だよ。満点だね、このカットバック。お、矢口、いい得意のターン、これも満点だ。いいターンしてる矢口も。あー、すごい。お、のりひこ、のりひこも、岡野のりひこも、お、松尾もうみんなチャンピオンだからね、うまいはずだ。いい感じだね。お、どうしたのかな、のりひこくん。いや、やっぱりダミがね、止まっちゃう、バンプだから合わせるのが大変なんだよ。おお、いいね、のりひこ。おお、矢口、矢口も頑張ってるな。おお、スープこらえて。おお、いい感じだね。松尾もやっぱり気温ができてるからすごいなね。え、大会で、ね、ああ、いいカットバックだ、ノードが上がって。これもいい、こういうのもね、ジャッジがね。ああ、これもちゃんともう勝とう勝とうとしてるじゃないの。すごいよみんな。ああ、やっぱりね、遊びでやっててもランキングかかってないけども、いざゼッケン来ちゃうとみんな変わっちゃうんだよ。ああ、いいね、この。ああ、疲れたな、口開いて。俺が寝た金のネックレスかな。おー、のりひこもいい男だね、松尾も。おー、いい感じ。また焼肉でも食おうな、マスオ。矢口のワンちゃん、畑くんご苦労さん。うまかったよ、畑くん。今年も
今、このヒートもデッドヒートよかった。みんな俺の知ってる連中だからね。松尾は元俺のところライダー、畑君もライダー、矢口もライダー、今のりひこだけだよね。やっぱりその4人見てて、のりひことも俺が若い頃JPSA のプロの試合的にぶつかってんのよ。だからこの人もすごい有名なカーブで、このヒートは見どころだった。みんなでもね、俺に後で聞いたら、こんな波でね1万円もらって出んの嫌だなってみんなで話してみたいよ。それが面白かった。でもみんな乗ってたよ、よかった、満足だ。今年また頑張ってもらいたい。以上。